大鳥居西条稲荷は、岡山県岡山市北区にある日蓮宗の寺である。正式名称は、西条東岡山明教寺。所在地が、岡山市高松地区であることから、高松稲荷と称されることもある。本尊は、工藤実情本師おくるみ、祈祷本尊は西条伊教大,大菩薩。歴史のある寺院であるが、第二次大戦後一時日蓮宗より独立し、 最上稲荷教総本山廟教授となっていたが、平成21年7月に日蓮宗に復帰した。岡山県周辺域においては、伏見、豊川に並ぶ日本三大稲荷の一つとされることがある。岡山県内で唯一、明治初年の廃物希釈の被害を逃れたところと言われ、日蓮宗系、神仏集合の採取形態を現在も残す。 祈祷本尊は最上位境を大菩薩。最上位境とはすなわち、北っけ行のことである。造用は右手に鎌、ま、左肩に稲束を背負い、白子にまたがる天女の姿をしており、稲荷神の本寺とされる、滝に天の造用とその特徴を同じくする。自伝によれば、法音大師が天平商法4年に、後賢天皇の病気併舎の直命を受けて、 キビ山中の八丈岩で集法し、最上位教王大菩薩を監督、天皇は全開したことに始まるという。また後に、官武天皇の病気併誘祈願の苦毒により、寺院根流の寄進申し出があった。これにより、大師が霊地を求めていたある日、最上位教王大菩薩より、備中国、竜王三毒に道具を定むるべしとの宣告があり、このことを天皇に進言。天皇は、 その祈願書として、早速竜王山の神宮寺を寄進創建した。これが現在の妙教寺であるという。橋場秀吉の中国信仰の際に戦火により、消防するも、江戸時代初期の慶長6年この地を治めた旗本の花房元行が関東地方より非炎聖人を招兵し、東海山妙教寺として再興した。この時に、天台宗から日蓮宗へ改修した。 漢方元年に建立された霊王殿本殿は岡山市重要文化財に指定されている。現在の本殿は昭和54年に建造された。明治14年に建立された根本王道は老朽化のため平成18年に移転、修復された。2009年、本堂など33件が国の登録有形文化財に登録された。なお、 昭和二十六年の宗教法人法の施行に伴い、信徒や有識者の勧めにより、妙教寺の第二十三世の稲荷被選の代にして、昭和二十九年七月に宗教法人、最上稲荷教として、日蓮宗から独立、包括法人を組織したが、五十五年後の平成二十一年七月二十四日、二十六世、稲荷被、当たるの判断により、参加の寺院とともに、 日蓮州に復帰した。日蓮州には一般の寺院として復帰したが、最上稲荷荘本山の通称は引き続き使用される。初詣シーズンには毎年岡山県火災台の参拝客で賑わう。名物土産。多数の製造元があり、賛同で販売している。アイウェイを順、大型駐車場あり。なお、 初詣及び節分などのシーズンにおいては、周辺道路が非常に渋滞するので、最上稲荷の公式ホームページのお正月の交通規制についてを参照の上迂回するのが望ましい。ありがとうございます。